瀬名達治さん。選挙の1人1票は平等でありますが公平ではないと思います。仮に国民全員が投票に行ったとしても若者の人数が少ないので高齢者優遇の政策は優遇されます、えー。この格差を埋めるためには世代別に1票の価値を変えるしかないんじゃないかと思いますが、淳さんどう思いますか。僕はもう結構前から炎上してますけど、この件について。僕は娘が2人いるので、その娘の2人分の2票。 うん、俺によこせと娘が成人した時には娘に投票権を、えー、移行させればよくてそれまでは僕が娘の未来にはどれがいいかなどんな政策がいいかなとだって結局選ぶのは親ですからそこまではだから僕は3票分で選ばせてほしいって言ったら子供がいない人は無視かとか。 お年寄りの方には、そんなお前だけなんで3票なのかってなるけど、僕は世代間で、あの、人数に合わせて、人数がだって、だ、えっと、なんだえっと、段階の世代、段階の世代がやっぱ多いじゃないですか。そこと、人数が減ってる若者の、えー、1票が、しかもみ、これから先生きる時間を考え、 たら若者の方が圧倒的に多いですよすぐこう寿命が短いからその1票の重さが軽くなるって言いたいんじゃなくて、えー、これから先長く生きる人が未来にどんどん未来のことを考えながら投票していくっていう行動が僕も望ましいと当然今苦しい人は今の生活改善求めるんだけど。 それとその視点とともに未来に対してのこう一票を投じてくれないとやっぱりそのお年寄りの政策に偏っていきますよね。あとプラスネット選挙ですよ。ネット選挙させてほしい。僕は今バーチャル豊島区長をやってるんですけど、バーチャル空間の豊島区の区長なんですよ。でも、まあ、ここは別に法律で定められているような実際の あの場所じゃない、メタバース上の豊島区なんで、でもそこの区長をやってる。で、今後わかんないです。メタバース上の区長もいずれ選挙があるかもしれないんで、だから真っ先に日本で初めての選挙を、ネット選挙をメタバース上でやりたいっていう思いがあって、僕は今メタバースの豊島区長をやってます。で、そこの一つの成功体験が生まれたら、また それがこう国政選挙なのか、地方選挙なのか分かりませんけど、うん。ネット選挙やりたくないっていう人いる家ポチでいいよ、もう。でもその辺に関してはね、乙武さんとの対談でも、乙武さんが選挙についてのこと投票についてのこといろいろとお話しいただいてますので、えー、ぜひ。 あの、田村淳の RC チャンネル、セカンドチャンスというコーナー見ていただきたいと思います。淳下関市長やろう。いや、私は向いてないんだって。嫌なんだもん。